どうもこんばんは、はたななのえみです。まこりんです。はい、じゃあこの企画ははい、始まりましたね。はい、始まりました。新しくはたななハウスということで、はい、はたななのラジオですね。ネットラジオですかね。そうだね。はい、っていうので先によっさんとべーくんがやってたそうなんですけど、はい、今回は私、えみとまこりんチームが、はいはい、ネットラジオということでやっていきます。やっていこうと思いますので、よろしくお願いします。まあ、この企画はね、はたななのメンバー以外の誰か気になる人を呼んで、そう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 、フリー、まあフリーかな、フリートークでね、フリートークをしていこうという感じです。はい、ということでやっていこうと思います。はい、その記念すべきエミ・マコリーはい、チームの第1回目のゲストを、じゃあ早速ご紹介したいと思います。はい、いつもね、はたななのライブでね、写真だったり動画だったりを、うん、撮っていただいてます。カメラマンのみずきちゃんでーす。どうも、みずきでーす。どうもー、はい、やってまいりました。ありがとうございます、ね、お願いします、お願いします。第1回目のゲストね、はい、でね、呼ばせてもらって、はい、実はですね、今日なんと撮影後ということでね、はい、そう、もう深夜何時これ深夜もう深夜何時だろうね、うん、はい、某時刻、某時刻、車の中からお届けします。はい、はい、お疲れ様でした。今日はありがとうございました。でいつも写真撮ってくれてるんだけどね、今日はね、はい、動画で参戦して、はい、どうでした？いただきました。いや、すごい緊張しましたけどはい、ね、来てたね。そうですね、楽しくできたと思います。俺も楽しかったです、はい、ね、めっちゃなんかこう緩い感じで、いや、いい意味でね、はい、いい意味で緩い感じでやらせていただきましたけど、可愛、ね、はい、いエミさん撮りましたね。ほぼ期待そんな感じの、なんか映像チェックするね、瞬間があるんですけど、うん、その度になの本人目の前にしてこう可愛、うん、いって言ってくれる、ありがとうございますしか言えな い, っていう、本当に可愛かった。いえいえいえ、まあ、いえいえってマコリンが言うとこじゃないけど、いつも可愛いと思って、ありがとうございます、はい、よかったです、ありがとうございます。みずきちゃんも可愛いです、ありがとうございます。褒め合い、褒め合いです。社交辞令感やばい、はい、やばいやばい。ということで今日はですね、はい、ミュージシャントークではなく、まあそのなんかなんですか、まあ異業種じゃないですか、異業種交流会、交流会みたいな感じで、ミュージシャン、まあ同じこうアーティストではあるんですけど、そのまあバンドね、音楽やってる人と、まあちょっと写真家、はい、ね、いつも撮られてる側と撮ってる側の、はい、はい、ちょっと話をしていこうかなと思うんですけど、はい、まあね、だいぶはたなな撮ってもらって長いんですけどね、うん、今日聞いてる方もね、多分みずきちゃんの写真何枚か、はい、見てくれてね、上げさせてもらって、はい、そうなんですよ、ありがたい、ありがとうございます。いつもね、はい、いいショットを撮ってくれて、そうなの、ね、結構ね、ツイッターとかでも言ってるんですけど、いい表情を撮ってくれるのがみずきちゃんなんですよ。ありがたい、よくそこ、ね、よくそこ引っこ抜いたなみたいな、ね、はい、そうですね。いや、でもあれってすごい難しいじゃないですか、うん、なんかいつもさライブ写真を撮るときは、はい、どういったことに気をつけたり、ね、そう気になるところ、どういった面持ちでやってるん、でも本当に言ってもらってるみたいに、うん、やっぱ表情とか、うんうんうん、なんかその瞬間の雰囲気とかはすごく大切にしたいなと思ってて、うんうん、やっぱこう全体のかっこよさとか、うんうん、なんかそういうのもあると思うんですけど、どちらかというとやっぱりその細かいやっぱニュアンスとか表情を拾う方が好きです、うんうん、ね、個人的には。すごい思うのが、みずきちゃんすごい好きが詰まってるなって思って、めっちゃ好きって感じ。結構やっぱその、まあ、いろんなこだわりあると思うんだけど、うん、そのちゃんとそのアーティストの、うん、こう好きな部分を見つけてなんか撮ってるなっていうイメージが、うん、なんか他のバンドさんの写真見ててもすごい思ってて、うん、それはあるかもしれないね。そうこのバンドさんのこのイメージでとか、こういう曲のこういうところが好きとかっていうのを、うんうん、そうね、テンション上がって撮ってる。そう、自然に、ね、なんかライブ撮り、写真撮りながら自分もテンション上がってる。いや、それすごい珍しいなと思って、逆に、なんかその、うん、なんだろう、結構アーティストに寄り添う人が多いじゃないですか、うん、そのアーティストの色に合わせる、うんうんうん、って人が多い中で、この、うん、自分の色をガンガン出していくっていうのがめちゃくちゃ、いや、私結構好きで。そう自分が楽しいのが詰まってる写真を撮ってる気がします。いや、めっちゃいいと思う。その
自分たちが注文することってできるじゃないですか、うん、こっち側からしたら、うん、でこう撮ってほしいっていう理想がある中で、うん、まあそれもちろん伝えたとして、うん、でもそれを超えてくるからすごいいいなと思っていやもうありがたい、本当にそう言ってもらえて嬉しいです、ね、でも紹介してくれたのマコリンだもんね。まあそうだよ ね最初ね、そうそう、 そうだよね、たまたまですよ。でもザ昔ザーザズに出た時に初めて見てくれて、うんうん、ねねねでそれでなんか SNS でつながって、そう、つながって、でそれでなんかカメラ撮ってるんだなっていうのを知って、あそれが後なんね、後です、そうで、それでなんか、そうなんか、あいい感じの写真撮られるなと思って、うん、いつか頼みたいなと思ってたの、うん、で、はいはい、なかなかタイミングが合わなくて、はいはい、でシェルター なんかイベントだよね、そうです、なんだっけね、下北のイベント、サーキットのイベントで、ハチミツ、サーキットイベントか、ミツバチ、ミツバチ、ミツバチ、ごめんなさい、ミツバチの近いみたいな、はいはいはい、やつ、どこだっけな、それシェルター、シェルター、シェルターか、うん、はい、それをじゃあ見てもらってってことか、あ、じゃあそのシェルターから撮ってもらって、あ、撮ってくれてか、はいはい、はい、そうそうそう、あ、そうか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 、やっと撮れたみたいな、そうそうそう、念願、念願のみたいな、なんか撮らしてもらえるっていう話になってから、うん、ほうほう、1年くらい、あ、結構あったんだね、多分撮れなかったんですよね、うん、なんだかんだ、なるほどね、ちょっと、うちらもなんかこの日がいいかなっていうのがなかなかタイミングが合わない、ね、うん、あ、まあね、なんか撮ってほしいタイミングがね、日程がやっぱ合わないかったりとかが、ありがとうございます、いや、ありがとうございます、こちらこそ、ね、やっと、うん、はい、撮ることができて、まあ、それからはね、もう俺らも信頼して撮ってもらって、ね、ありがとうございます、はい、本当にたくさん呼んでいただいて、いや、ね、本当になんか呼びすぎてるんじゃないかぐらいの、いや、もっと行きますありがとうございます、撮りたいです、でも本当にあの、うん、みんなに見せるのってやっぱその何枚かにどうしてもなっちゃうんですけど、うん、なんかその、うん、なんていうんだろう、そのみんなで見せてるやつって、うん、バンドメンバー4人が選んだものだから、はい、多分個々で選んだらもっと出てくると思うんだよね、うん、お気に入りがそれぞれ、うん、多分ヨッツさんのとかめっちゃ出てくると思う、うん、自分好きだからね、ヨッツさんは、え、そうなんですね自分好きだよ、なんかそういうイメージがなかったので自分好きやばい、うん、自分好きで、ちょうどさっきさ話してたそのリズム隊取るのがすごい好きみたいな、はいはいはい、そうですね、リズム隊大好きです、ね、私は、うん、ヨッツさんのいい、はい、いいのめっちゃ撮ってるからさ、やっぱドラマーさんは写真が少ないっていうのがやっぱ写真家あるあるで、そうそうそう、なのでなんかそれは覆したいなって、まあ、自分がそのリズム隊好きっていうのもありますけど、うんうんうん、それは覆したいので、逆に私は結構多いです。そうね、全体の割合からしたら結構、結構あの写真データでね、いつも すごい枚数送ってくれるんだけど、リズム隊マジで多い。めっちゃ多いと思います。珍しいですよ、本当に。なかなかやっぱその、ね、奥にいるから撮りづらいじゃないですか。ね、そうそうそう。なんかこの間ベイ君も。あげてたよね。ね、そうそう。ベイ君も水木さんお気に入りですみたいな感じで。ベイ君がそんなやるなんて珍しいと思いながら。ベイ君も自分好きやから。まあ確かにな。二人とも好きだもんな、きっと。なんだろう、リズム隊って自分好きなんですかね。どうなんだろう。あんまり目立ってくるイメージないですけどね、リズム隊の人ってこう静かに支えてるみたいな。いやでもほらなんかその。俺が支えてんだぞっていうあるんじゃないですか支えてやってんだぞみたいな、そう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 、お前ら花形が目立つのは俺らのおかげだからみたいな、そう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 ありがとうございます、え、もともとさカメラをやろうと思ったきっかけは何なんですか、カメラ自体を始めたのは、うん、あの某テーマパークのキャラクターとかを、うん、まあ、撮り始めたのがきっかけではあるんですけど、それ某テーマパークっていうのは東京で有名な千葉にある、ネズミの王国なんですけど、あ、そうなんだ、王国なんだ、オートでしか撮れなくて設定とかわからない、ただ一眼レフのカメラを持っているっていうのが、はいはいはい、まあ、それだけで、その後はやっぱライブですね、ライブハウスはもともと好きで、うん、でライブカメラマンっていう職業の人がいるっていうのを知ったのがきっかけでした、へえ、自分も撮ってみたいなっていうのがあって、まあ、ちょっと知ってるバンドさんとか、うん、まあ、そういうなんか全然インディーズとかでもないようなまだ駆け出しの若い子たちとか、うん、そういうのを撮り出したのがきっかけですね、なるほどね、なんかもともと
越谷のライブハウスでよく撮ったんで、最初は越谷で、イージーゴインクさんを撮らせてもらって、はいはい、うちらまだ行けてないよね、一回も行ったことないよね。そうなんですね、うん、いやちょっとたまたまね、つながりがなくて一番撮らせてもらってましたね。なるほど、はい、俺らも行きたいね、行って撮ってもらいたい。行きましょう。水木ちゃんつながりでちょっとじゃあ頑張ります。あ、でも水木ちゃんが撮ってるアーティストイベントやってみたら、はい、あ、いいじゃん、それ、そういうの、それはちょっと集めてみたいですね。ね、面白そうだね。ね、いろんな、ずっと興奮してるでしょ、はい、多分自分だけすごくテンション高いと思う。そうですね、もう終わった後の疲労感半端なさそうだよね。もう全力なんで。ね、でもいいですね、自分でイベントやって、ね、自分で全バンド撮れるっていうのは、なんか全然できそうじゃない、できそうだよね。ね、じゃあいつかちょっと実現してもらって、結構私本当オールジャンル聞くので、ね、そうね、すごいジャンルがこう集まる。いやでもいいと思う、ジャンルレスな感じになるか、うん、ね。